というわけで、今回はスティールシリーズ様より、以前ね、キーボードをいただいたんですけども、なんと今回はヘッドセットをいただきましたので、こちらも紹介したいと思います。ちなみになんですけど、現在 Amazon では9月5日月曜日から9月18日の日曜日まで、ゲーミング関連アイテムを中心に販売するセール、Amazon ゲーミングウィークを実施しております。これはね、Amazon が主催するコアゲーマーからライトゲーマーに向けたプロモーションキャンペーンのことを Amazon ゲーミングウィークっていう形で開催しております。期間は5日から18日の2週間。詳しくはね、この動画の概要欄のリンクから Amazon ゲーミングウィークをチェックしてみてくれよな。というわけで、今回紹介するのはこちら、スティールシリーズのアークティスノバプロ。これはスティールシリーズの新型のヘッドセットですね。このゲーミングヘッドセット、現実を超える全能のオーディオっていう壮大な歌い文句がありまして、かつてないほどの臨場感、かつてないほどのゲームオーディオを体感することができるという、全能のオーディオが登場しましたっていうことなんですけども。というわけで早速開封してみました。すげえな、このキラキラのカード。もうこの時点でなんかただものじゃない感が出てるよね。まずこれがゲームダックっていう音量を調整したり音質をカスタマイズする機器ですね。もうすでにこの質感がすごいよな。高級感が溢れてる。そしてこれがヘッドセットですね。めちゃめちゃかっこいいのね、これがね。これデンマークを代表するデザイナーが監修してて、すんごいかっこいいし、どこか大人びた感じのデザインしてるから、全然ゲーム以外で普段音楽聴いたり動画を見たりする分に使うのもめっちゃいいと思います。そしてイヤーパッド部分がものすんごい分厚くて、触り心地はもうね、マシュマロをプニプニしてる感じ。すっごい柔らかいこれ。触っててめっちゃ気持ちいいんだよな。なんでね、ヘッドセットつけてると耳が痛くなるっていうことは、まずこれ使ってたらそうそうないかなって感じがします。頭の装着部分はね、これを外して位置調整できるようになってますね。そしてこれなんかめっちゃ気になってたんで、ちょっと引っ張ってみます。あ、これは、引っ張ってマイクを取り出すとこなんですね。あ、ここがマイクになってるのか。結構ね、ヘッドセットのマイク部分って可動域が限られててちょっと使いづらいんですけど、これもうぐにゃぐにゃに曲がるんでだいぶ使いやすいですね。で、収納した後のこの形もめちゃめちゃオシャレ。かっこいいよな。そして次は、専用ソフトを使ったアークティスノバプロのイコライザー設定なんですけども、正直ね、イコライザー設定を自由自在にカスタマイズできるとは言っても、初心者がいきなりね、どこをどういじったら音が聞こえやすくなるのかとか、音の違いとかも全くわからないと思うので、なんとこの専用ソフトのソナーというものがですね、すでにたくさんのゲームのタイトルや音楽の種類ごとにプリセットが用意されていて、例えば Apex をプレイするときは、Apex のプリセットを使うと、すでに Apex に推奨されたカスタマイズ済みのイコライザー設定を使うことができるんだよね。よくね、イコライザー設定のやり方とかでググったり調べたりして自分でいろいろ調整するっていうのはあるんだけど、もうこれを始めた瞬間にポッてすぐに使えるイコライザー設定がもともとあるので、これがマジでめちゃめちゃ使いやすいですね。そしてそこからさらにチューニングっていうので、パフォーマンス、FPS とかゲームをする向けにより調整するのか、映画とかドラマとか動画を見たり、没入感を優先するように挑戦するとか、左の図にあるようにね、音の聞こえる距離感と、さらにその音の聞こえる位置まで調整できるっていう、本当にもう細かい細かいところまで調整することができるのね。これでもう本当に音を聞き逃すことは絶対にないと。これで敵の足音の位置がよくわかんないっていう人たちの問題は一発で解決すると思います。というわけで、Apex Legends を起動してみたので、実際に敵の足音がどのくらいの距離まで聞こえるのか、検証してみたいと思います。今回はよろしくお願いします。で、早速ね、これちょっと今、まあ、敵として動いてもらってんだけど、足音めちゃめちゃ聞こえるよ。やっぱ目の前だから。この足音がどのくらいの距離まで聞こえるのか。まあ、俺がこれを使ってる限りで、何メートルぐらいで音が聞こえなくなるのか、やってみたいと思います。まずはね、正面から。はい、ちょっとじゃあ走ってくださーい。あ、全然聞こえる。全然聞こえる。全然聞こえる。まだ聞こえる。あ、まだ聞こえる。うん、聞こえる。
あ、ちょっと小さくなったかな。ちょっと待って。そこでちょっと横で、動いて。あ、聞こえるな。ジャンプしてもらっていい？あ、めっちゃ聞こえる。え？じゃ、ジャンプしながら、そうだね。え？え、こんな聞こえるもんなの？え、ちょっと待って待って待って、まだ聞こえるんだけど。この距離で、なんか、ん？なんか、なんか音が聞こえるなって程度。この距離でなんか聞こえるなって感じ。あそこに敵を発見。98メートルですね。すげえこれ。今までなんか、50メートルとなんか60メートルぐらいが、なんか結構やっとって感じだったんだけど、これを使うと、98メートルの敵の足音まで認識することができるっていう、めちゃめちゃ距離伸びたんだけど。それじゃあ次はしゃがみ歩きですね。まあ、エーペックスのランクとかでね、こうしゃがみながらハイドしてる部隊とかも結構いるので、そんなしゃがんでる音が実際どれぐらいの距離まで聞こえるようになったのか。さっき普通に走ってて98メートルまで聞こえたので、まあさ、20メートル、30メートルぐらい聞こえたら上等。30メートルは聞こえないか。というわけで、じゃあ行ってきてください。まあちなみに今のしゃがみの音、ちょっと動いてもらっていい？おー。これがしゃがんでる時の足音だね。で、このまま行ってもらっていいですか？うん、聞こえる。うん、聞こえる、聞こえる。聞こえる、聞こえる。まだ聞こえるな。あ、聞こえる。はい、ストップ！もうちょっと前に出てもらっていい？あー、聞こえなくなったな。少し下がってもらっていい？おー、この辺かな。そうです、この辺だね。この辺が結構限界かな、しゃがみ歩きだと。というわけで、しゃがみ歩きの聞こえる距離は、36メートル。めちゃめちゃ聞こえるね。今までやっぱね、結構もう本当にハイドで近寄ることもあったから、それが36メートル先からしゃがんで向かってくる敵の足音まで認識することができるっていう。走ってる時で98メートル。しゃがんでる時で36メートルの敵を認識することができる。これめちゃめちゃすごいよ、これ。そしてこうやってね、自分の周りを敵にうろうろしてもらったらわかるんだけど、もう実際に自分の耳でその音を聞いてるかのような、めちゃめちゃすごいんだよね、この臨場感が。あ、右にいるな、今左にいるなって。左に前にいるな、右前にいるな、後ろにいるな、みたいな。右後ろにいるのも左後ろにいるのもすごいよくわかる。めちゃめちゃこれいいですね。はっきりと、もう目で見なくても、耳のこの聞こえてる感じで、あ、今大体敵はこの辺にいるんだってもうなんか手に取るようにわかる。すごいこれは。というわけで、実際に検証をしてみたんですけども、マジでめちゃめちゃ音が聞きやすい。まさか俺もね、ほぼ100メートル先の足音まで聞こえると思ってなかったんで、正直めちゃめちゃビビりました。いやー結構俺もね、敵の足音が聞こえねーってしょっちゅう悩んでるんで、こんな代物を突然いただいてしまって、本当にいいんでしょうかという。本当にありがとうございます。ありがとうございます。これはね、マジで Apex もそうだけど、他の FPS ゲームをやってる人たち、マジでこういうゲームはね、相手の音を聞くのが非常に重要になりますので、もし俺みたいに悩んでいる人たちがいたら、ぜひ使ってみてください！というわけで、ご視聴ありがとうございました！またな！